俺もちょっとウルミアと、まあ、結構ねいい仲ではあるんですけども、サバラに入ったら声が食べてくるんですけど、え、もし間違って食べちゃった場合どうなります？破壊ですかね。バケモンやろこいつ。クロロボコナメアルクコマネルムシノシャルロウルミア、そして今日は皆さんこんにちは、声ですベルです、クーリーです、コットロです、ユウさんです、せーの、スノーボーラです。はい、ということでね、今回はコラボ企画ということでスタプラの皆さんにお越しいただいております。練習後初めてですね。ちょこちょこあのスタプラのサバには遊びに行かせてもらってますけど、来てくれんのめっちゃ嬉しいんだよ。遊びに行かせてはもらってるんですけれども、はい、確かなんかシャルロとかは個人的にコタさんと絡みがあったんだっけ、はい、そうだね、何回かね一緒にお出かけしましたよね。なんかめっちゃ絡まれてるんですよね。嫌がってた意外と。でもさ、みんなももっと絡みたいよな、クロノバメンバーな。行きたいよな。すごいな。嬉しいけど。はい、ということで今回はスタポラに合格しろスタポラ面接。クロノバメンバーはですね、史上最も過酷なオーディションを突破して集められた6人なわけですよ。つまりクロノバメンバーならスタポラの面接も突破できるんじゃないかと思いました。メンバーを追加するってこと？そうです。なんかやってましたっけ、僕たちそのオーディションみたいなの。いや、やってないけどね。いや、まあまあそんな固いこと言わんでいいんじゃないですか。いや、でも募集してないからな。ますけど、ね、でもね、あの6人全員受けるとなると結構大変になっちゃうと思うので、もう無理やりなんで今回はもうやるし、白組と黒組から代表して平和な2名に受けてもらおうと思います。平和な2名、平和、本当にオラオラオラしてない大丈夫、はい、白組からは代表としてシャルロ、黒組からはシノをピックアップさせていただきました。お願いします。確かに比較的平和かも。全平和ですけどね。あの一言いいですか、あのお断りします。採用になった場合はだってこれからよろしくお願いしますということなんですよ。そうですよ、そうですよ。本当に末永くん無理やりなんだよね。全然話聞いてくれへん。スタッフらは最大7人になるってこと？2人採用して。そう、そういう可能性もなきにしもあらず。ただその場合はなんか1人抜けていただいて。じゃあそれは声かな。リーダーなのよ。何が起きるかわからないですけど、まあ早速いっちゃいましょう。マジか、やんのか。クロノバシャルロくんの面接始めていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、まあ、本日は面接にお越しいただき、お越しいただいてんのかなこれって。バレたんだよね急にね。まあ面接、まあ、受けていただきありがとうございます。いやいや、こちらこそ。じゃあまあ質問していこうかな、うん、せっかくだから、まあね、あ、じゃあちょっと一旦チームからいきます、はい、まあ、じゃあベタなんですけど、はい、じゃあスタポラに入ってやりたいこと、はい、なんでしょうシャルロ君。はいはいはい、志望動機ですね。だからちょっとストレートきたな。やりたいこと、はいはい、なんかおもろいことを言わせる、ね、あ、ここはもう普通にふざけた感じじゃないやついいんじゃない。スタポラ面接をやるわけだけど、はい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 、6人全員受けたら多分動画の尺がえぐいことになるなと。そう、確かにそうね。だからさ、白黒から2人出す感じでやろうと思うのよ。あー、なるほどね、はい、ほなシャルとシノとかでええんちゃう。あの2人やったら平和組で問題を起こさなそうやし。そう、まあ、まあまあそうっすね。なんかあんまり反応が良くないみたいなんだけど。いや、あれじゃね、もっと刺激よ。だったら俺たちが裏で面接の回答指示出してリモコンみたいにしたら面白くなるじゃん。あー、いいな。いいな。怒られる。いや、裏の俺らのパーフェクトの指示でサポラびっくりさせてやろうぜ。絶対ろくなこと言わせないっしょ。ろくなこと言わせるわけないじゃないですか。フラグの塊だからさ。まあまあ、まさか、まあまあまあ、まさかの、そんなわけねえぞ。ほんまかよ。普通ベタな質問くらい答えられるっしょ。やりたいことですよ。まあまあまあ、クロノバだとかっこいい曲が多くてアイドルっぽくないから。クロノバだとイケイケなかっこいい曲とか結構多くて、はいはい、サポラってめちゃめちゃなんかキラキラアイドルみたいな感じの曲多いじゃないですか。ちょっと自分で考えてくれ。そうそう、いいね。僕もなんか結構キラキラ感ある方なんですよ、クロノバだと。あ、そうなんや。なんで皆さんと一緒にキラキラアイドルみたいな感じの曲歌いたいなってめちゃめちゃ思います。それ舐めたような喋り方しちゃうんだけど。可愛い曲とか多いからね。もっとアイドルになりたいということですね。いや、なりたい、めちゃめちゃ。確かにね、スタプラ入ったらちょっとギャルい感じにはなってくるんだね。あ、いいな、ギャルいの。それチームだけやけどな。じゃあなんか質問、レルさんとかこっちも。そうですね、じゃあちょっと続いての質問に行きたいんですけど、歌に自信があるって言ってるらしいんですけど。はい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 、あるんだ。このうちんとこのこのコウタロさんに勝てますかっていう話ですよ。自信満々に言ってるの。俺最強なんで、でこ、まあまあ、あの俺最強なんで。本庄さん、それ。
誰にも負けないってもう俺もう二度と誰にも負けねえっすよ俺マジで。めっちゃ自信あるな。十分なんや。約束があるから。そう俺誓いがあるんであいつと誓ったんだよ。じゃあなんかコッタンとかある質問するされとる。そうね、チャルロくんって、はい、今話してて結構喋る速さ僕と同じぐらい結構ゆっくりだと思うんですけど、うちのレルが僕の100倍ぐらい喋るの早くて。そうなんですね。僕が自転車だとしたらもうレル新幹線みたいな。じゃあもう今俺たちに聞き取れるように話してくれてるんだ。レベルを合わせてやってるんだよ。まあ俺の方がレベル高いけどな。まあでも俺のがレベル高いっすよ。レルともガンガントークできると。俺なら活かせます。俺ならレルさんのこともっと活かせるっすね。もっと活かしてくれんねん。いやでもレルさんだけじゃなくて俺みんなのこと活かせるっすよ。大きく出たな。ラスト1問ぐらいしときます。あ、なんでも大丈夫っすよ。一つ大事なこと忘れてた。俺あのクニとさスーパーカップルっていう、はいはいはい、あのねペアがあって、ね、シャルってさ俺と結構出かけたりとかして喋るんゆっくりやな。あーまあ要約するとクニコとスーパーカップルの中を割ってこれる気合いあるのかみたいなことですね。うん、そう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 。これも売りに焦ってもらうしかないよな。いやでもでも俺もクロノバにうるさい猫相方でいてちょっとね名前言わないそいつをね捨ててまでここに来ようと思ってるから、まあ、ウルミアと今付き合ってることにするか。俺もちょっとウルミアと、まあ、結構ねいい仲があるんですけど、ね、やっぱりそれ以上に変な方向になってきた。コタくんの魅力俺だったら分かってあげられるかなと思って。そう、これ俺クニオと解散してシャルロと付き合えっていう役立つしますよ。なぜその付き合うか付き合わへんかの話なの。付き合ってはいないはずなんだけどね。コッタンしか見てないって感じがするね。せやね。俺1ですよマジで。スタポラ面接というかコッタロ面接やってもらっていいですか。じゃあ愛してますよ。スタポラには重いかもしれないので一旦終了。はい、終了です。ありがとうございます。受け取ってくださいこの気持ち。クロノバ、しのくんの面接ですね。始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張します。始まった始まった。早速始まったぞ。まずは志望動機、うん、サプラに入ってやりたいこととかあったら教えてください。リーダー総選挙、うん、そうですね、やっぱリーダー総選挙がやりたいかなと思います。リーダー総選挙、はい、リーダーを狙ってる。というとやっぱスタプラのリーダーを変えた方がいい。やっちゃうよ。そこはやっぱ俺が、うん、はい、やっちゃうよっていう、はいはい、あ、しのくんがリーダー。やっぱリーダーの気持ちあります。頑張ります。あ、じゃあちょっと他に質問ある人いたら。あ、じゃあ私からいいですか。私たちのスタポラというグループにはコッタロというメンバーがいるんですけども。はい、存じてます。コッタロさんとあのしのくん色かぶりしてると思うんですよね。マジかって言って。マジか。どうやって差別化していくのかをちょっとお聞かせいただければ。確かに気になります。いや、ちょっと渋いっすね、はい、ちょっと渋いっすね。じゃあコッタロさんに変えてもらえたらいいかなって。コッタロさんに変えていただきたいなというふうに思っていて。ちなみにコッタは何色がいいんですかね。セロリアンブルー。セロリアンブルーっていう色どうですかね。セロリアンブルー。セロリアンブルーか。やっぱ僕界隈を破壊したいんで。やっぱ僕は界隈を破壊したいんで新しい価値観をやっぱり広げていきたいかなというふうに思っています。すごいね、やる気が。あ、でもシノくんがセロリアンブルーはダメか。それ絶対ないです。ちょっと不機嫌になってる。これが紫なんで絶対ないと思います。やる気が、やる気がさっきからね、やる気がすごい。ゆうくんからもなんかありますか。そうですね、いただいた資料にちょっと最年少が売りって書いてあるんですけど、これ以外の売りポイントとかは何かございますでしょうか。確かに。逆にそれがいります、うん、まあでも逆にそれ以外見えますかね。こんな感じなんだ。あ、なるほどね。まあ今の時点でやっぱ圧倒的って感じ。現時点でやっぱ最強って感じなので。すぐ破壊しちゃうんで。これ以上ちょっとすぐ破壊しちゃうから。スタポラに最年少とかいないっすよね。あれ確かスタポラって最年少いらっしゃいましたっけ。そうですね。一応そうリーダーがですか。あ、じゃあ僕の方がいいですね。あ、じゃあ僕の方がいいですね。しのくん強めじゃない。なんかリーダーも最年少の枠も奪うってことですね。あ、でも最後の質問、これスタプラに入る上で大事なんですけど、はい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 、スタプラに入ったら声が食べてくるんですけど大丈夫。これ本当にこれはもう本当に大事なことです。普通にちょっと潔癖入ってるんで勘弁してもらえますか。普通に潔癖入ってるんで勘弁してもらえたら嬉しいかなっていう。では腕皿とか食っといてください。なんか皿とか食ってもらえたらじゃあ間違って食べちゃった場合どうなりますか。破壊ですね。破壊ですかね。破壊か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 。破じゃあ面接は以上でいいですかつって。面接って以上ですか。あ、帰りたかった、まあ、以上です、以上です、こっちから言うことで、以上です、はい、以上です。あこちらから言うことでは。あ、じゃあ面接以上になります。あ、以上です。明日、以上です。明日いいぞ、しの黒の場。
はい、というわけで面接が終わったわけですけれども、どうでしたか、はい、なんかね、ぶちかましてきたよね。しのくんが結構ね、僕の知ってるしのくんじゃなかったんで、なんかだいぶぶちかましてね、ゴリゴリ来たから な, なんかね、なんかこういう感じなんだ、しのくんやる気が、ちょっと興味そんなことないの、いつもこんなもんやんな。いや、違う、そうそうだな、ちょっと理解できなかったえ、でもシャルロとかも結構いつも通りだったんじゃないんだ、うん、なんかあんまりそのやる気は感じられなかったけど、やる気しかないっすよ、うん、えー、ちょ、おい、でそのスタポラが好きというよりコッタンのことが好きなんやろ。おいおいおい、話したの、いや俺のこと落としに来てたよ、スタポラに入りたいというよりはコッタンと付き合いたいんだよ。おい、ダメだろそれは、それはダメだろ。そうそう、国を倒すって言ってたよ。おい、かかってこいか。そしてウルミアは捨てると言ってました。ごめんなさい。でもテンション上がっただけだもんね。まあそうですね、まあ、いつも通りだからね、うん、いつも通りだからね。なんかしてたってこと、なんか変じゃね。実はですね、今回の面接の回答を考えていたのはシャルロとシノではございません。出ました。そうだよな、まあまあごめんなさい、ひどかったよ、崩壊してたもんな。そうだよね、シノくんがちょっとね、歩きすぎたな。歩きすぎたな、つけてたよ。そうなんや、そうなんですよ、実は今回裏で白組黒組でそれぞれ2人に指示を出しておりました。本当にすいません。どうですか、僕たちの面接いかがでしたか、合格ですか。余裕のよっちゃんで不合格だよね。俺たち完璧な受け答えだっただろ、マジで。試して合格にして国をちょっと一回休ませてもいい。俺嫌いだよ、ね、嫌いかな。どうしたいね。でも実際俺たちも完璧だったしな。あれも出し出したからね。完璧完璧。そう、5人でスタパラだからね、俺らはね。なんか急にまとめたな。何かしらのね、コラボという形で関わっていけたら嬉しいなと。まとめてくね。ご飯行きたい。なんか大人の回答。もちろん宅大は先輩が出すんだろ。先輩にたかるな。クリオが全部出してくれる。いや、出すけど出すけど。というわけで面接は全員落ちちゃったんですけれども、まあね、あのいい取れ高があると嬉しいです。これ以上失礼だな。お前も指示されたら嬉しいな。悪いことをね、まあ企画してしまったんでね、またね、最後は皆さんでおつの場で終わらせましょう。はい、それでは行きます、せーの、おつの場。